こちらの部屋が災害で浸水した時の疑似体験がスマホのアプリを通してできます。写真共有アプリスナップチャットの運営会社は、災害の際に取るべき行動を学べる AR レンズを開発しました。スマートフォンの画面で消火器や AED の使い方を学んだり、洪水を視覚的に体験したりできます。 スナップチャットは海外では13歳から24歳の Z 世代の9割以上が使用しているということで東日本大震災を知らないこの世代が防災情報に気軽にアクセスできる環境を作りたいとしています。